はい。森友事件ですけども、今回、ついに出たかってことですよね。うん、亡くなった赤木さんの上司の方の音声が、ついに出てきました。他にもまだね、証拠とされるものがあるというふうには聞いてますけども、できれば、あこのね、まあ、政府の方で、再調査を自主的にしてくださいって真相が明らかになれば、 個人特定されるような証拠の、まあ、提出はね、控えたいという意向なんでしょうかね。まあ、小出しにしてるってことなんですけども、これ一度にバーンと出すこともできるんですけども、まあ、なんせね、あのー、証拠とされるファイルっていうのが、うん、検察に持ってかれたまま帰ってこないわけでしょう。だからこれが帰ってくると、今度は一般公開されちゃうんで、まずいわけなんですよ。うん、ま、いろいろとね、憶測は尽きないんですけども、そろそろ記事の方を読んでいきましょうか。 森友自殺控訴元上司の音声提出改ざん佐川氏の判断ということですね。学校法人森友問題の国有地売却問題を担当していた元財務省近畿財務局職員赤木俊夫さん、当時54歳が、決裁文書改ざんを強要され自殺したとして妻雅子さん49歳が国と 佐川あ、佐川元理財局長ですね。国税庁長官ですけども、こちらの方を1億1000万円の損害賠償を求めた、あこういった控訴で、敏夫さんの元上司やあ、改ざんや国有地値引きの背景を、まさこさんに語ったとする音声データ記録を、原告側が大阪地裁に提出したことが分かったということですね。えー、まあ、裁判所がね、どのぐらい忖度なしに、 これをやってくれるかってことですよね。もう再調査はしないというふうにピシャリと言われたものですから、裁判所としても再調査をしてくださいっていうふうに請求は上げにくいんだろうなと思うんですよ。うん。で、まあ、法務大臣がね、どのぐらい抱き込まれているかってことにもなりますけども、これ仮にですね、真相が明らかになって、うーん。まあ、なんて言いますかね、麻生財務大臣にまで、安倍総理にまで及ぶと思うんですよ、影響は。 そうなっったた時に果たしてってことですよ、ね、まああの安倍総理は総理大臣も国会議員も辞めるっていうふうに言われてましたけどもまあ今辞めるのは痛くも痒くもないんではないかなと思うんですよ安倍総理に関してはね、うん、だから総理を辞めるってなるとちょっとね、えー、いろいろとありますけども辞めてますからねあとは国会議員を辞めてどうこうってことですけども国会議員を辞めてもまあいろいろと影響力を及ぼすことはできると思いますんで安倍総理としてはうんまあなんですかね うん、まあ、今の時点で、この事件が大きくなっても痛くもかゆく,くもないのかなとは思いますけども、うん、まあ、願うことは真相が明らかになって、二度とこういうことが起きないようにってことですね。うん、この、まあ、行政改革大臣も、あれ、霞が関の勤務実態を何とかするみたいなこと言われてましたけども、ものすごい、 うん、作業量という勤務量なんですよね。あの、霞稼ぎの皆さんも。官僚の皆さんって300時間ぐらい、あの、オーバーワークしてるらしいんで、えー、それこそね、えー、ブラックロードを、なんとか改善しようと言って、温度を振ってるところがブラックロードをもう日本に位置してるってことですから、まあ、これは閣僚の資質にね、欠けると思うんですよね。うん、やっぱりリーダーが部下の、うん、シフト管理とか健康管理ができないわけですから、 それはまあこういうことも起きてきますよね。しまいにはこの、誰ですかうん佐川、佐川さんねうん。元近畿財務局の佐川さん。佐川さんは部下にインチキをすることを、まあ、判断してやらせてるわけですから、あの、南さんもそうですけどもね。まあこの辺ね、どれがどうなのかは全くわからないんですけども、お亡くなりになってる人がいますからね。 あの、例の上級国民じゃないですけども、亡くなった方の命をあまりにも自分の立場を守るために、うん、大切にしすぎるんじゃないかなと、それがかえってね、その立場を危うくしてると思うんですよ。それこそ、自分の非を認めて新たな再出発を、うん、まあ、求めればね、それほどまでに世間の風邪ってのは過酷なものにならないと思うんですよ。まあそういった、こういったところにもね、一度、 ダメになった人間は二度と立ち上がれないようにする風土ってものがあー受け継がれてるのかなと思いますね。こういうふうに人前に出る人ほどね、ミスを認めて再出発を社会が応援するような仕組みを何回も作っていければなと思うんですけどね。うん。まあ今回はね、すごい証拠が出てきたもんですけども、例のクリアファイルが出るまで多分この泥沼は続くんじゃないかなと思います。まあ佐川さんが法廷に出て、証人喚門なり、 うん、何なりをすることはもうないかもしんないですね。うん、まあ、どっちらにしても気持ち悪い事件です。佐川さんにしても、もう枕を高くして眠れないと思いますし、同じように口らを合わせてね、うん、もう自分だけ出世したような人が多かったわけですけども、こうやって墓場まで持っていくっていうふうなことを矜持にするんでしょうか。なんとも痛ましいことでございます。本日は以上です。